ちょっとあれだけど、テクノロジカルプログレス、テクノロジカルプログレス is the Modi government's answer。 このテクノロジカルプログレス、プログレスって時々出てくる言葉だけど、卓越した技量、卓越した能力、技術的な卓越性がモディの政権の答えだ、ね、モディ government's answer。 で、 In a little over a decade、India has built a collection of public-facing digital platforms that have transformed its citizens' lives. 少しばかり10年以上かけて、みんな little over a decade。 で、インドは、市民の生活をトランスフォーム、変革してきた、こう、公パブリックフェイシングと公一般大衆に向けたデジタルプラットフォームのコレクション、集大成を作ってきた。コレクション集めるね。だからデジタルプラットフォームにいくつか集めたものを作ってきた。Once known as the India Stack。かつてインディアスタックとして知られていたように、インディアスタックって、インドのスタックってね、こう訳書いてないけど、貯蔵とか蓄える。だからその2010年頃からインドはこういうね、情報を集積してきたんだけど、このインディアスタックって言うんだよね。あ、書いてる。インドの人口をデジタル時代に導くための総合ソフトウェアプラットフォームを作成するという野心的なプロジェクトのことをインディアスタックって言うんだよね。スタックっていうのはね、蓄えるっていうの。ここではだから、情報の集積だよね。で、かつてインディアスタックとして知られていたが、They have been rebranded Digital Public Infrastructure, DPI, as a number and ambition of the platform have grown. ここではですね、彼らは、リブランディッドというのはその言葉通りで、リブランドですね、ブランドを改めて、デジタルパブリック、デジタル公共インフラ、DPI で、As a number and ambition of the platform have grown、 このプラットフォームのいくつかが、プラットフォームズ、このプラットフォームのいくつかが成長して、このプラットフォームのいくつかのプラットフォームの数とアンビション、野望、野心が大きくなってきたので、だからナンバーと数だよね。アンビションと気持ちだよね。気持ち、野望、野心、大きくなってきたので、彼らは DPI、 デジタルパブリックインフラストラクチャーとしてブランドを変えてきた。だ、インディアスタックという名前だったんだけど、DPI に変えたっていう、そういうことを言ってんだね。だから、プラットフォームの、いくつかのプラットフォームの数、まあ、プラットフォームいくつもできた。それからアンビション、野望、野心が、成長してきたので、そういう意味だね。だから、ナンバーとアンビションと違うものが並んでるから、ちょっと翻訳しにくいけど、意味はそういうことだね。It is this DPI, that. この DPI のことだ。that 以下が。India hopes to export and in the process build its economy and influence. これはね、インドが輸出することを希望している。この DPI はね、インドが輸出することを希望していて、その過程 in the process、 その過程の中において経済と影響力を作る。だから、海外に輸出してインドの経済力とか影響力を作っていきたい、そういうことだね。インダープロセスを輸出していく中で、そういう意味だね。このやっぱりエコノミストの特色だけど、間違ってる時もあるけど、想像力を発揮しないと意味が分かんないんだよね。だからインディアホープスエクスポートっていうのは輸出を希望するってことは何かというと、インザプロセスというのは、その輸出を活動していく中でという意味なんだね。
で、Build its economy and influence。その経済力と影響力をこの発揮していこうという、そういう意味だね。Think of it as India's low-cost software-based version of China's infrastructure-led Belt and Road Initiative。で、それを考えてみよう。Think of it。どういうふうに考えるかって、as 以下ね、として考えてみよう。インディアの低コストで、ソフトウェアに基づいた中国の一帯一路のインフラ、中国のインフラによる中国のインフラの一帯一路の、低コストのソフトウェアに基づいたインドバージョンとして、それを考えてみよう。Think of it as という意味だね。The benefit of the digital transformation should not be confined to a small part of the human race, said Mr. Modi at the G20 summit in Indonesia last year. デジタル変革のベネフィット、メリットっていうのは、ヒューマンレースだが、人類だね。人類の小さな部分に限定されるべきではない。人類の小さな部分に限定されるべきではない。このデジタルトランスフォーメーションのベネフィットはね。と、昨年、インドネシアの G20 サミットでモディが言った。で、その、このメリットはその人類の小さな部分、その小さな部分ってどういうことなのかっていうのは、この以降で説明してるんだね。